報告しよう。先月の収支だ。はい、皆さんこんにちは。尾張のお漬物です。はい、ね、こうさ寒い中ね、もっと凍えていただこうと思いましてね。増えちゃったね、やっぱりね。これよかった、戻ってよかった、正解だ。あのまま行ってたらやばかった。で、やっぱりね、あの他の人の動画ちょっと見たんだけど、集結していたね、みんな。ここ集結していて、行ってましたね、目的地に。俺突っ込んで行ってたよ。ね、だからあの、うつけの、もうちょっと格下げでお漬物ね。で、さらに格下げでうんこになりますけどね。長島城。早速攻めるよ。ちょっと待ってね。まずお金をね、がっぽりと行かないとというか、独占してしまわないとこいつね、またあの変な虫がついちゃいますからね。これを斎藤家、ここまで届くもんね、多分ね。独占します。金使いまくってっけどね。よし、これで畑はできないと。6月だよね。今6月だよね。どうして農業できないの俺。前々回あたりもそうだったんですよ。下の左下に何月だっけ ?12、3、6、9、12に農業コマンド実行できます言って、下に書いてあったんですよ。6月なんですよ、今。できないんですよ。ね。ご臨終です。どういうことですかそれ。わっけわからん。あ、これなんかほんと怖いんですけど。前回4900だったよ。なんで集結してんの？集結っていうか、すんげえ数な、どこもすんげえ数なってる。いやー、早速早くね、北畑にはあの世に行ってもらわないと困っちゃう、これ。で、どうしようかな。どこ行こうかな、次。ここ山だからね。何これ。神社？なんか神社いっぱいあるね、ここね。全然関係ないことですけど。温泉ですか。椿温泉？あ、なんかいい香りしそうだね。ねえ。いやー、いいね。もう策略のことなんか忘れちゃいますよ、ね。なんてかさっぱりわかりませんけど。よし、行くぞ。ちょっと待ってね。そしたら、商業は独占したし、この農業はね、わっけわからんから、これで人事異動じゃない、会社みたいになってますね。ここはね、なんだこれ。移動、人事、配属。はい、これね、あれ？ちょっと待ってね。はいはいはい。やばいやばい。またあのね、録画トラブル起こっちゃったか思ったよ。でよく僕ね、途中でね、動画切れちゃうことよくあるんですよ。配属をね、長島城に21人いるから、それからやっぱりね、2人か3人ぐらいずつね、みんな配置してたね。ゼロにしてんの俺ぐらいか、これ。
死んでくださいっていうようなもんですよね、これね。よし。志。これこの前開いたやつ？違うね。あ、これか。足軽雇用。足軽の歩兵速度が上がる。うん。拡大主義。領外で決戦すると部隊の防御力が上がる。集中。拠点の人口が増えやすくなる。はいはい。嬉しいね。足軽の補給が高くなる。どういうことだ？あんたこれ金いっぱいあるってことか？で、戦や、例外で農村が荒れ、農地を捨てて逃げる者が増えたこの時代、都市には職を持たぬ民たちが流れ込んできました。大名たちは彼らを足軽として雇い、戦に動員したと言われています。ねえ、そうですか。はい、足軽がちょっと強くなるのか。信長になるとまた違うんでしょうね。これも？あ、これもだよね。軍備拡張。武器商人、軍馬、鉄砲の取引量が増える。兵糧奉行、条件、軍事の方策を8個以上実行する。これやっぱり行軍なのかな。なんか行軍って言ってる人と行軍って言ってる人いるんですよ。俺昔から行軍だと思ってたんだけどね。で、行軍にしとくか。もうどうでもいいや。行軍時の兵糧消費が減る。条件は軍事の方策を8個以上実行するか。8個以上パネルを解除すればいいんだね。落城重視、攻城戦で強行の威力が上がる。条件、強度が B 以上の拠点を落城させる。はいはいはい。今まで B 以上なかったのか。 C とかか。で、野戦って、野戦増加か、野銭か。野戦だろう多分。軍馬鉄砲の購入時の価格が上がる。なんだそれ、よくなさそうですけど。はい、今は配属、うん、ここ赤点滅だから配属しろって言ってんだよね。まあそうだね。これね、防御力とかあるんですよ。統率はまあわかるんだけど、そうだな、どうすっかな。信秀さんと、マスージ。うん、このペアでいっか。もし、ここに、桐山にこう、決定。行くぞ。で、ここだね。よし、これで、今ちょっと、OK。それでですね、時間をというか、攻めようね。攻めよう。相手兵、どんどん増えないように。上限5000か。うん、ここに集結して7700か。で、ここは上限9000。 OK、 ここに集結しよう。で、鉄砲たちないんだね。そっか、鉄砲たち買ってないんだ。減ってるね、だいぶね。
まあいいや、今は槍でいいや。1500の700の3800か。これどっから3800出てくんのかな。3800もある城ってないんじゃないのかな。難しいですね。よし、このまま行こう。はい、出陣する。よし、行け。よし、待て。オッケー。報告いたす。うわ、すごいな。よし、表情を始める。皆の考えを聞こう。夏に治水できるんだけどね、6月とか夏じゃないのか。俺それ一回もなんできないんすよ。治水悪いまんまだ。どうしよう。あ、スーパースターの川尻さんだ。全部10以上。はい、はい、どうも。そしたら、まあ、ここの人と、商業か。部隊移動速度上昇。うん、部隊移動速度上昇。これだ。これにて表情を終えるぞ。鉱山開発。遠路業務。農業で、商業で、これは獲得方策。農兵歩兵速度上昇。まあいらないけどね。ここ全部農兵か。対騎馬防御、対鉄砲防御。うわ、そしたらどうせどっちみち開いていかないといけないね。これは優勢時提案率上昇。部隊初初撃強化。85か。オッケーオッケー。あー、これいいな。小似た大体なのかな。兵糧消費量減少。まあ軍事も貯めていかないとね、どんどんね。よし、開け。あ、これ順番じゃなくてもいいのか。 OK。で、信長行くぞ。行け。こいつさ、北畑なんかすんごい速くないですか。溜まるの。へえ、よし、行くぜ。これで OK ですな。 OKOK、 進め。はい、で、今が夏か。できないな。治水上げたいな。本当に上げたいな。心から上げたい。上げたい。かしこまりました。治水上げなくちゃ僕の国くっちゃくちゃだよ。女もどうして上げさせてくれないんだろう。夏なのに6月でも7月でもダメだ。農業できない。もしかして労力とか足りないのか。そんな足りないか。労力どうやって見んだろう。これは違う。農業は3、6、9、12月に命令できます。知ってるよ。なんかパーだな、やっぱりね。
ごめんなさいね、本当に。取引を行いましょう。もう絶望的ですわ。よし、行くぞ。行け。一人たりとも逃すな。出てくるんだろ。報告いたす。ん？これより三木家も岩村で、先月の収支で。うーわ、兵糧やべえ。早く決めよう。うん、これで9月に兵糧入るよね。2万入るな。 OK。 うん、問題はお金だね。まだ2000ちょっとだ。あー、できないできないできない。あー、できない。あー、ダメだ。商業しかできねえよ。あし、進出できる。かしこまりました。あー、できない。弱った。参った。いやー、これどうしてできないんだろう。これ開墾じゃないや、地上げれないって。こんなに悩んだ信長のシリーズ僕初めて。うん、感動した。ほんと感動した。初めて地水上げれない信長の野望はね、僕初めてだわ。なんだこれ、難しすぎる。まあ、難しすぎるのいいけど、もうちょっと説明も、そしたらもうちょっとね、分かりやすくしてほしいな。難しいのいいんだけど、頑張ってくれないかな、光栄さん。もう好きなんだよ、信長の野望。我が野望。オッケー。出てこんだぞ、あいつ。兵糧ないのかな。よっしゃ。いや、でももしかして出陣していたから開墾コマンドとかできなかったのかな。それなのかな。わかんないね。よし、全部投与。オッケー、頼んだぜ。よし、そしたら君は一時帰りなさい。騎乗。戻るぞ。戻れ。よし、これでだ。これで時を流せ。でね、吉本殿にね、ゴマすりまくる。報告しよう。先月の収支だ。うん。ご命令を。うん。よし、ここら辺はどうなのか。ここ安全地帯なのかな。こっちからこうやって来れないよね、多分ね。そのルートが分かればよりね、安全なんだけど。とにかくこの2500どっかこっちやりたいな、本当に。どうやればやれるんだろう。ね、一応調べてみたんだけどね、攻略サイトとか出てたから、兵の輸送ってね、調べてみたんですよ。そしたら移動とかいうところに回されちゃってね、どうにもできなかった。輸送いうのないのか。でも軍勢で出そう、こっちに行こうかと思ったら、全城からなんかね、軍勢出ちゃって諦めたんだけどね。前回の動画に出てたかな、このやり方もダメだねって俺言ってたやつなんだけどね。よし、そしたら今度はね、今3万になったね、兵糧ね。今度どこやろうかな。ちょっと待ってね。とりあえず、あ、
9月だけできる。6月なんでできなかったんだろう。治水あげたい、治水。とにかく治水あげたい。あー、これね、最悪状態だな。これす、めっちゃくちゃだよ、これ。え？開墾なんか絶対しない。なんだこれ、お前。絶対しない。これ以上治水下げてどうすんだ。何もしたくない。これ収益下がっちゃうし。でも、民地は上がるの、上がるんだね。まあいいや、これでいいや。治水上げたいんだよ。これは労力たちいらないんだ。あ、治水上がってる。上がってる、ほら。感動ものだぜ。承知した。感動ものだ。オッケー、治水上がった。お前働かんでいいぞ。治水上げろ。は。収入なんか今我慢するから。もしかして民中治水上げるのは夏灌漑ですよね。草刈りと灌漑やりたいんだけど夏無視されたね。は。よし、ここも治水上げる。労役免除。27の治水ってなんだよ。どんな溝だよそれ。よし、これはこれも開墾しない。治水が9も下がっちゃう。めちゃくちゃだ。承知した。よし、これでいいや。これでまあそうだな、進出できるよね。 OK、 承知した。で、行動はなしと。 OK、 OK、 はい。アマゴ、アマゴ、先月の収支だ。1円になってる。おい、お前1円ってなんだよ。お前切りよくゼロにしとけよ。お前バカにしてんのかよ。表情を始める。皆の考えを聞こう。ナンバーワンになってやるぜ。どうしよう。まあいいや、輝いてるからこの人にしよう。で、軍事、鉄砲とかはいいや。農作業費用、農作業って12月にできるんだね、種まきとかね。これにて表情を終えるぞ。こっち、はい、もういい。吉本が狙っている。はいはい、分かった。1円どうにかして。うーわ、狙っているってお前進前したろ。このね、三国同盟潰れて、潰し合ってくれないかな。そしたらね、俺もどさくさに紛れてね、その間にこっち取って、でどさくさに紛れてここをね、俺取っていくと。オッケー。いくら
構ね、あの今川がつあの3つの国の中で強くなってきたと言っても、まあ強くならないと思うけどね。北条とかなら領地伸ばせるけど、まあ織田と武田や北条といっぺんに相手にできないと思うからね。これが一番いい策かなと。まあ気は引けませんよ。だって今川もこっちから手切りじゃない、お金渡したりしてるのに狙ってるって今言ってきたからね。まあ今は同盟してごますって死んでもらいましょう。神前、まあ6か。同盟を結べるようになるまでは、信長どんじゃねえや。どんなどんぶりだよ。まあね、40から今もうすぐ6なっちゃったから、こう80までいっとくか。でもね、金1しかないんだよね今ね。僕何してるんだろうね。金1しかないんだよ。取引を行いましょうね。ここ侮辱ですよね。これ侮辱罪ですよ俺。でも24になってる。仰せの通り。ありがとうございました。頑張る僕。ありがとうございました。これで神前。まだ今川とは早い。ことを構えるのは早い。いくら斎藤が仲間になってくれてると言っても。どうですか。これ。ここまで行ったらどうなるんだ。月3000円で何ヶ月かかんの。ああこれ選んでないからか。信長6ヶ月1800だろ。 OK 行って。どういうこと。まあ終始ね。はいはい、しょうがないよ。よし、これでいい。春宗、報告しよう。先月の収支だ。びっくりした。はいはい、はい。11月か。進出だ。これだけ進出してるのにまだ赤字なのか。承知した。年家とか出るの1552、3年か。もうちょいか。50年ぐらいに出ないかな。
報告しよう。先月の収支だ。ご命令を。これで種まきか。あの非食非なんだっけな、ネットで調べたんだけど、肥沃土だったかな。うん、あれが高ければいいんだよね、多分ね。これでいいよ。承知した。で、肥料1個しかないのか。え？種まき？開墾はしない。一切しない。種まきじゃないんだ。あ、種まき春だね。うんうん、了解了解。そしたらもう何もできないと。で、商業は やってない。これは独占したらどうなんだ。まあいいか、こうプラス投資。まあいいや、寝室だ。寝室よりも投資していった方がいいのか。ちょっと待ってね。独占してる方を発展させていこう。今ちょっと金ねえや。あ、これはまあ、独占、ここか。金マーク、鍵マーク。これ、独占してるね。OK。投資しよう。承知した。よし、これで OK。姫か。武将にしたらああなるのか。まあ姫でいいよ。報告しよう。表情を始める。皆の考えを聞こう。よかろう。試してみるか。よし、これだ。兵糧減少。足がる俺最近雇ってねえよ。兵とかこれ増えまくってんのか、もしかして。まあ別に増えてもいいけどね。
承知した。費用1700か。承知した。取引を行いましょう。取り計らいます。ありがとうございました。いや、今回はあれですね、辛抱の年ですね。ちょっとね、まあ6月あれができるかどうか。今川、報告しよう。先月の収支だ。ご命令を。まあマイナス2100とかになってきてるけどね。少しずつは落ち着いてきているけど、これいくつなんだ。3626か。今増えてるかどうかいっぺん確認した方がいいな。どういうシステムになってんのかちょっとね。種まきか。 OK、 種まき、土作り。ああ、肥沃度が上がるんだね。まあ肥沃度はなんか9月とかに下がるって聞いたから、え、それ生産性だっけな。まあいいや、承知した。種まいとけ。で、種はもうないからすることはなしと。よし、これで商業、これ全部進出したらなんかボーナス特典みたいのあるんだっけ。ここなんだ。あの家紋は誰の家紋だ。まあここまで行ったらね、ちょっとまたね変わってくるんだけど。はいはい、よし、これで OK と。また名古屋。名古屋好きだね。天の神様。え、うんうん、うん、我々と交渉する気がない、うん、報告しよう。いいよいいよ、攻めてこなければ。表情を始める。皆の考えを聞こう。試してみるか。行動増加、商業行動回数が増加。おお、ほほほほ。75か。 OK、 これ行こう。よしよし、農業もそういうのあんの。行動増加、兵糧収入増加。これ結構広いんだね。 OKOK、 どんどん行くぜ。どういうこっちゃ。だから攻めたの、攻めてきたの。斎藤家が当家に助力をすると申し出ています。心強い味方が増えましたな。
おいおい、どうしたの？俺責められたの？三好に。本願寺が三好に俺責められたの？ふざけんなよお前。いやお前兵送ってくれよ、三好だぞお前。長野とか北畑とはちょっと格が違っちゃうんだよお前。敵が我が領内に向かっております。笑ってしまったじゃねえかお前。どんだけ来んのお前。見とれ今にこの野郎、どこ来んのお前。ちょっと待って、俺も行く、混ぜて。ああよかった、今川と親善結んどしどいて。ちょっとお前進んじゃダメ。1500で何すんのお前儲け。ちょっとでもさ、宣戦布告したこいつ俺に。コンピューター様はいいんですか光栄様。コンピューター様は宣戦布告免除ですか。ああそうですか。で僕の出せる軍勢はどういうこと。僕の出せる軍勢は兵数、うわう倍じゃねえかお前ボケ。お前滅びるだろお前。今俺はこう8回目なんだよお前。順調にいってたのになんで矛先俺なのお前。六角とかいるだろここにお前。手頃なのいるだろ、なんで俺なんだよ。終わりのお漬物です。これあんたお前、織田が仏になって織田仏じゃねえかお前。織田仏です。ちょっと、いやお前これさすがに倍は勝てねえだろ。どういう状況なんの。ここだと1500になっちゃうね。なんで1500なんでしょうね。ここだとどうして、ここだと1500でここだと12500なのか。もっと増やせんのか逆に。いやちょっと待って。まあ、とりあえずここで行くしかねえやろ。何してくれんだこいつ。いや鉄砲もなんもねえよ。兵糧あるか。兵糧は持つのか。やろ三好、お前ブラックリストに入れとくからな。赤字、兵士数は23,700赤字になってるってことは大変危険でございますってことですか、コンピューター様。なんかこういじめだなこれな。やるしかねえんだよな。やるしかねえんだよ。はい、まあ待てよ。待機せよ。もう時間なんだ。ちょっと待て、ね、報告いたす。頭痛してきた。太鼓判です。これセーブできますか。できそうです。はい、19,000って何これ。今日ちょっとうなされそうなんですけどもね。どうしようかな。最悪ね、9回目ないかもしれない。9回目で終わるかもしれませんけど。五輪銃です。織田仏です。斎藤家に援軍送ればいいのかな。
援軍送る暇ないよね。援軍もらわなければいけないんですよね。はい、終わりたくない。天下統一したい。それじゃあまた次回お会いしましょう。乗り切りたいです。頑張ります。それじゃあね、またね。